忘れられたワルツは、フランツ・リストの作曲したピアノ曲、全4曲存在する。リスト晩年の1881年から1884年にかけて作曲された。題名の由来は、はっきりしていないが、リスト自身が出版社に提案したもので、レズリー・ハワードはこの題名が、過ぎ去った時代や喜びの幻影を示唆するものと述べている。 1848年に書かれた元子を再利用した忘れられたロマンスを同年に書いたことでリストの関心が過去に向いていたとも考えられている。晩年のリスト作品の特徴である処方の簡素さ、調整の希薄さはここでも見られ、大胆な店調、先方や増産和音、解決されない不協和音の多様によって浮遊的な響きが作り出されている。 ただし調整的な響きを持つ場所も多く、リズムや音景は定型的なワルツの処方に則っ,っているため、挑発的なメフィストワルツ連作と比べると穏やかな曲調を持つ。実質譜には1881年7月23日作曲と記されており、年内に単独の作品として出版されている。リストは7月2日にバイマルの家の階段から落ちて大怪我を負っており、 その両用の過程で本作が書かれた。4曲の中で最も演奏機会が多く、フェルッチョブゾーニによるチェロとピアノのためのものをはじめ、編曲も複数存在する。曲はアレグロ、A エエエ、蝶々、3、四拍子。演奏時間は3分程度。刺激的な助奏に続いて、分散和音を中心にした優美な主題が流れ出す。火星的には7の和音が、 効果的に用いられている。最後には、冒頭主題の断片が単音で現れ、続音で終わる。1883年7月に作曲された。アレグロビバーチェ変異調調、3、4拍子。演奏時間は6分程度。特徴的なリズムを持つ動機が復縁されて始まる。調整感は、比較的明瞭で、華やかなテクスチュアを持つ。 六度十音のパッセージが品質するが、これはリストが、ビルト・オーゾ時代に書いた、華麗なる、ワルツと関連している。おそらく1883年作曲。第2番と第3番は、第1番のリプリントと同時に1884年3月に、出版され、メイエンドルフ男爵夫人に検定された。アレグロノントロッポ、変異蝶調、3、4拍子。 演奏時間は5から6分程度。旧の和音が多用され、無限的な印象派風の響きを作り出す。冒頭と集結には、変へ、蝶々の謎めいた響きが顔を出す。自筆譜には、集結部の諸行が残されており、そこでは、変へ、蝶々の和音が、はっきりと打たれて終わる。リストは、第3番に続くワルツを一度書いているが、これは未完成のまま放棄され、 1884年半ばに本作が書かれた。文字通り長らく忘れられた作品で1954年に発見され初めて出版された。アレグロ、補聴調、3、4拍子。演奏時間は4分程度。前半では第3番と共通する上報音形が活用され、後半にはポンポソと指定された学説も現れる。集結和音は、 主音の上に属7の和音を加えたもので、謎めいた締めくくりを迎える。リスト、ザ・コンプリート・ミュージック・ホーソロピアの、ボリューム1割ズ。ありがとうございます。